んにちは、山の楽器フルートサロンです。こちらのフルートバッグ、とても鮮やかで目を引くデザインですね。今回はこちらのフルータースクーターの定番モデル、レッドパテントレザーバッグをご紹介します。スクーターに乗ったキャラクターのロゴが印象的なフルータースクーターはアメリカのフルートバッグブランドです。高級感あるルックスと実用性のあるデザインは年齢問わずお使いいただけます。それではバッグの中を見てみましょう。ジッパーを開けると楽器ケースを留めるバンドが2箇所ついています。バンドのマジックテープを剥がし緩めます。バンドを緩めた状態で横から楽器ケースを差し込みます。ケースが入ったらバンドを引っ張ってマジックテープで留めます。空いたスペースには掃除棒、クロス、チューナーなど小物もたっぷり収納できます。続いて外ポケットを見ていきましょう。外ポケットのジッパーを開けると中地はドット柄になっています。外ポケットには筆記用具、クリーニングペーパー、リングキープラグなどの小物が収納できます。続いてショルダーストラップをつけてみましょう。こちらのショルダーストラップはカバンの両端についている金具にフックをかけて使用します。長さは調節してお使いいただけます。実際に持ってみるとこんな感じです。いかがでしたか？見た目も華やかなバッグで練習のモチベーションも上がりますね。フルータースクーターは店頭通販でも販売中。ぜひご利用ください。